はい、こんにちは、パソケンです。今回ですね、この動画では Windows 10のですね最新大型アップデートのですね一つである October 2020ですね、いわゆる 20H2 のですね手動でアップデートする手順についてご紹介していきます。でこのですね手動アップデートを行う前に、今ですね、作業中のファイルなどは事前にですね、保存しておいて終了の方をしておきましょう。 またですねアップデートを失敗,させないです、ね、失敗しないようにするためにもパソコンの方を再起動しておくことをお勧めします、えー、再起動の方がですね終わりましたらまずはじめにです、ね、専用のですね手動でアップデートするためのツールですね更新アシスタントと言われるものをダウンロードする必要がありますのでそちらのですねブラウザを起動していただいてダウンロードの方を行っていきますでブラウザを立ち上げたらですね Windows 10と 入力していただいて検索していただくとですねだいたい1番目に Windows 10のディスクイメージのダウンロードというですね検索結果が出ますのでこちらをクリックします続いてですねこの Windows 10のダウンロードの画面で少し下を見ていただくと Windows 10 October 2020アップデートという項目がありましてその下にですね今すぐアップデートのボタンがありますのでこちらをですねクリックします そうすると、えー、Windows のです、ね、更新アシスタントのツールがです、ね、ダウンロード開始されますので、えー、ダウンロードがです、ね、終わり次第、こちらのです、ね、ツールを起動していきます。そうすると、Windows 10更新アシスタントのです、ね、画面が表示されますので、ここで,です、ね、画面右下の今すぐ更新のです、ね、ボタンをクリックします。で続いてです、ね、更新のです、ね、ボタンを押した後に、えー メモリやですね、ディスク領域など、ですね、ちゃんと問題なくですね、更新できるかというところのチェックが始まりまして、そちらがですね、終わると、ですね、終わって正常であればですね、自動的にですね、更新プログラムの準備ということで、更新プログラムのですね、ダウンロードが開始されます。でこちらですね、ダウンロードするまでに少しですね、時間がありかかりますので、しばらく待ちましょう。 更新プログラムのですね、ダウンロードが終わったらそのままですね、自動的に Windows 10のですね、更新の方も始まりますので、こちらもですね、しばらく待ちましょう。更新プログラムのですね、インストールが完了しましたら、更新プログラムの準備ができました。更新を完了するには PC を再起動する必要がありますというですね、画面がですね、表示、このように表示されますので、 これですね自動的に30分以内で何も触らなければ再起動されるんですが今すぐ再起動も行うことができますのでその場合はですね右下の今すぐ再起動ですねこちらをクリックしますで再起動後にですねこの更新プログラムの構成をしていますというですね画面に、えー、がですね表示されて更新のですね処理が始まりますのでこのまま処理が終わるまでしばらく待ちましょう。 で全てのですね、更新プログラムの構成等がですね、終わりましたら、このようにですね、ヒントの画面が表示されまして、最新の更新プログラムを入手しましたとですね、表示されますので、こちらですね、まあ内容がもし気になる方はですね、えー、見ていただいてですね、最後閉じていただいて、オクトーバー2020、えー、20H2 のですね、更新が完了となります。で、実際にですね、こちらシステムの方で確認していただくとですね、 こちら、えー、Windows の仕様のところでですね、バージョンが 20H2 と更新されているのがわかるかと思います。はい、えー、以上ですね、October 2020、えー、20H2 のですね、手動のアップデートでした。